千葉方面へは JR の特急が都心から他方面へ設定されています。今でこそ縮小が進んでいますが、歴史を見ていくと壮大なエピソードが隠されています。千葉方面の特急が登場したのは房総東線、西線が電化された1972年のことです。それぞれ急行外房が特急若潮に、急行内房が特急さざ波になり、183系を使用して運行が開始されました。75年には総武本線や成田線を経由し、銚子や鹿島神宮方面への特急も登場しました。82年には成田線経由の銚子池特急水号の運行も開始されます。こうして千葉方面の特急が定着していきました。90年代に入ると千葉に例のあれがやってきます。成田エクスプレスです。成田エクスプレスは成田空港から総武本線を経由して東京方面へと向かいます。以前から特急がたくさん走っていた総武線に新たに特急が走り始めると、本数が増えすぎパンクしてしまいます。 JR もそのあたりは分かっていたため、若潮と潮騒の経由路線を変更し、総武線と同じく東京を起点に持つ京葉線を経由するようになりました。90年代の変化はもう一つ、これまで国鉄型で運行されてきた房総特急の一部に新型車両が投入されました。房総ビューエクスプレスの愛称が付けられたこの車両は255系。この車両がこれからの主力となりませんでした。183系に代わって主力に躍り出たのは E257系500番台でした。2004年から運行を開始した同形式は255系とともに千葉の特急の顔として活躍します。同年、成田線経由の銚子行き特急水号があやめに統合されます。あやめとしてみれば増便となりました。しかしそんな特急も衰退の時期が訪れます。房総の街の過疎化やアクアラインの運賃値下げなどで高速バスのシェアが増加、これに伴い減便が少しずつ進んでいきました。2015年にはついにあやめが廃止、房総方面も大幅な減便、運行区間の縮小が行われました。首都圏の様々な特急の置き換えが進む中、房総方面への新型特急は未だに発表されません。255系の引退も噂されていますが、 JR は房総特急にどんな決断を下すのか注目です。